期待天皇、ゆっくり解説動画。第31回、陽明天皇。マリサ、バカな真似はやめなさい。そうですよ。そんなことしたって、誰も幸せになりませんよ。うるさい。こうでもしなきゃ、あいつに顔向けできないんだ。そんなこと、あいつは望んでいないし、壊したカメラも元に戻らないのよ。大丈夫です。まだやり直せます。さあ、こっちに戻ってきてください。ああ。大丈夫よ。あやならカメラの一つや二つ、多めに見てくれるわ。許しませんよ。カメラは新聞記者の命ですよ。そうですかでは済まないんですよ。それに、私が目を離した隙にカメラをいじくって、見事に壊したのマリサさんですよね。まあ、今はカメラについて何もできませんし、それまで天皇解説をしましょう。そうしましょう。あなたは今回そっち側ですか。この茶番を続けるわけにもいかないので、天皇解説始めましょう。今回は31代目、陽明天皇です。陽明天皇は、518年生まれとされています。名前は、立花の豊姫女命です。父は欽明天皇、母は蘇我の稲目の娘、喜多姫。ということは、数仏三世派か？はい。蘇我氏に近い血筋というのも即位の決め手。このあたりから、即位理由に有力豪族の後ろ盾という項目が加わるようになります。そんなこともあってか、いわれの池の辺の並月の宮、に都を置いた彼は、王朝として初めて、宗教としての仏教を認めました。一方、そんな仏教歓迎モードに危機感を持った者の弟子は、前回紹介した、穴穂部の巫女に接近しました。ああ。離脱天皇のもがりの宮で、皇后によからぬことをしようとした、あの人ですか。陽明天皇自身は、仏教も神道も大事にして、バランスの取れた政治を行っていました。が、即位2年目、自身の病気を機に仏教徒になりたいと軍神たちに話したせいで、蘇我氏と物の弟子の対立が激化しました。今までの苦労が台無しね。有力豪族の死者が出るほどの争いの中、陽明天皇は放送によって崩御してしまいます。約2年か。墓は、高知の品賀の原の御捧ぎ、で、69歳くらいの寿命とされています。最後に、陽明天皇の家族紹介をしましょう。まず、父が欽明天皇。母は蘇我の稲目の娘、喜多姫。皇后は、同じく蘇我の稲目の娘、お姉の君の娘、穴穂部の橋人の姫巫女。陽明天皇と皇后は兄弟です。兄弟？本当ですか？本当なら、大問題ですよ。まあ、異母兄弟というオチがあるわけですが。そういうことは先に言うもんよ。先に言ってたんだよな。こういう結婚って、天皇家の血筋が高まると言われ、むしろ、いいイメージの方が強かったようです。陽明天皇は3人の奥さんがいて、6男1女を授かりました。その中の第二王子が、馬宿の王子。いわゆる聖徳太子です。私が最初に覚えた、歴史上の人物ですよ。このように、調べると面白いことが見つかるのに、あまり有名でない、どこかもったいない人物。それが陽明天皇だと、私は思うんですよ。今回はここまでです。今回短めね。即位期間2年に、政策もなしと考えれば、妥当では。うぷ主としては助かったらしいけどな。そういうのはあまり言わないでください。そういえば、モズ、古市古墳群が、正式に世界文化遺産に登録されましたね。5月中旬の勧告の段階で、登録基準だったのが恥ずかしいですが、純粋に嬉しいのと、時間の流れの速さを痛感します。では、32代目の天皇解説をお楽しみに。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ここまでのご視聴、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。このまま、次の天皇解説の動画のご視聴や、関連動画を楽しまれるのも良いと思います。それでは、多文化人間チャンネルの次回作も、よろしくお願いします。